岡、そして宮澤というキャプテンマークを巻いた2人。2023J1 リーグ第27節、北海道コンサドーレ札幌対湘南ベルマーレ。セカンドボールは札幌、小柏は前を向く。奥野がプレスをかけますが、それをかいくぐって札幌スパチョーク、タチタイスパチョーク、中を選択、シュート、ゴールキーパーも当たり。いや、連続ゴール中のスパチョーク、あの辺りも自信見えますね。今は菅がオーバーラップしていきました。ババ縦に入れる、スパチョーク前を向く、シュート、ゴールキーパーも当たり、ナイスセーブ。いや、攻守ともにいいプレー出ました。狙って、まあ、中にもね、枚数いましたけれども、はい、田中選手のオーバーラップのタイミングも本当に素晴らしかったですからね、はい、さあルーカスいけそうだ、シュート、ゴールキーパーも当たり、ナイスセーブなとも思いましたけれども、はい、まあ、思い切ってシュートいきましたね。ただどうですか、イメージとして大橋があのサイドで3人目に入ってしまうと中にもったいないなという気もするんですが。そうなんですよね、はい、それは一つあると思います。はい、まあ、ただここで今大橋に出ました。切り返してペナルティーエリアの中、後ろから平岡のシュート決まった、湘南先制。平岡自身プロ初ゴールを挙げたこの札幌ドームで、まずここですね、まあ、ちょうど、まあ、スポットスペースができたところで大橋選手が抜けましたけれども、まあ、宮澤選手の守備を見てね、非常に落ち着いて切り返しをしてよく周りを見てね、丁寧な落としをしましたよね。はい、まあ、この状態で札幌は人数は足りてなくはなかったんですけど、さらにね、後ろからフォローアップした非常にいいサポートをね、平岡選手がしましたね。まあ、振りもコンパクトで、スパチョークが胸で落とす小柏。さあここに奥野が行きますが、進路を阻むようにドリブル、小柏、ペナルティー入って左足振り抜いた、ポストもう1回。このセットプレーに関しての札幌がちょっとだんだん合ってきてますよね。はい、そしてこの上が先ほどの小柏、はい、まあ、非常にいい本当に運び方で、そして結局的に、ね、結局的には自分でシュートいきましたけどね。はい、まあ、本当に万能型ですよね。はい、時間を使う長いボール入れて、これも札幌が拾えばまだあるかもしれない。ここで長い笛、試合終了。湘南の選手、最後はこのピッチに突っ伏しながら、真渡りも今ゴール前。